スカスカよりは、はい、ね、やっぱパッツンで、うん、はい、前髪パッツンで、もう一直線で、はい、大丈夫ですか、うん、かっこいいよりも一直線でお願いします。わかりました。もう、もう一直線で、はい、かっこよさいらないんで、パッツン、パッツンで、かっこ悪く、パッツンでお願いします。いや、かっこよくはいいよ、パッツンで、うん、これ以上ね、モテたら困るじゃん。もうパッツンなってるわ。もうちょっとネタ感出てきたぞ。200円出るんじゃなくて、お客さん。うん、うん、うん。うわ。うちゃろ、ちんちゃ。お、出てきたわ。キモくなってきたな。もうちょっと攻めてもいいけどね、眉上ぐらいで。眉上後で。後で、はい、わかりました。すいません。やめ、あ、乾かしてみて。あ、ほんと。サゴ城みたいにしてほしいんですけど。サゴ城みたいに。サゴ城、あの、孫悟空の。あ、サゴ城。あ、サゴ城、はい。変な赤さんじゃない。パセントの点で打ち上げたらいいね。うん。売れないよ、じゃあ。サゴ城。あの夢で。うまいな。部屋だよ。いや、もう格好つけてもやっぱそういうのは流行らないから、うん、流行らないよね。気持ち悪いでしょ、これが格好つけてたら。またリスナー減っちゃうよ。あ、こいつ勘違いしてんなと。そうでしょ、勘違いしてるなとか、またモテようとしてるなとか、うん、だからあんまり来ちゃうのせや、髪型から変えてくる、うん、いらないから。やっぱね、中身で勝負しないと。今경계선을살짝가리던데見てくれとかどうでもいいの。LINE しといた？何ですか、パパ。いや、もう髪の毛がチリチリだったからさ。でもこれ乾いたらまだよ、いいんじゃない？どうなの？乾いたら、うん、なんか良くなった、良くなっちゃったりして。でも、あの、チリチリのボサボサよりはかっこよくない？どう？チリチリのボサボサよりは。3000ナイスいかないか。もうきついわな、もう2700いってるから。もう閲覧以上だから。いかないわな、3000は。もうこれ。キャパ超えてるね。この辺だろうね。もう多分配信も湧かないから。うん。閲覧より多いからもう。あとは
他の端末ある人とかが押してくれるみたいな。あー2800円です。すごいわ。 iPad から、ありがとうございます。あと一番手っ取り早いのは、向こうに押してる人が寝返る、うん、手のひらを返す、そうそう、意地にならないでね、うん、もうこっちに押してください。意地になってる系がいると思う、うん、仕事してる人もそれはできません。でも今現にこっち見てるわけだから、うん、シャーセンヨさんお願いしますね、6個端末持ってたら。あら、あて許して。あ、よく記者もらって。これはあの春用ですね。耳元邪魔なんで。いや、3000ナイスは、いや、わかんないけど、みんないたの？いや、奈々ちゃんとかじゃないの。奈々ちゃんリスナーさんいない？どうなの？あの頃は2人とも、なぜかしら、一応あのテテ風なんで。ささみちゃんとかどう？マッチやってる時3000とか言ってたでしょ。閲覧が4000とかいたからね、4000とか5000人いたから、多分3000ナイスとか。乾いたらね、乾いたら BTS ですもんね。時間経ったみんな2時間ぐらい、うん、どうする。いや、これ乾かしてみて、もうちょっとここを攻めるか攻めないかの判断をするって感じだね。でも仕上げですよ、うん、今全体的に切ってもらって、前髪もう少し短く、ああ、でも一回ちょっとこれでって言ってくれてるんで、でもさ、今はいいけど、これ根元からまたくせ毛伸びてきたらどうなるんだろう。今はパッツンだけど、根元からくせ毛生えてきたらどうなるんだろう。ピースしてって言われて、耳
み出した方がいい。いやもう髪染めるの無理だよ、もう無理無理。もう女の子って強制して髪染める人とか何時間かかるの、やばいね。5時間ぐらいやってるのかな。5時間、地獄だね。4時間、でも女の子はまあ大変だけど綺麗になるから嬉しいんだろうね、うん、多分そんな心境でしょう。まあ嫌じゃないでしょう。疲れる。あ、寝てるんだ。お前ちょっと喋り続けたけど、お、なんかいい感じじゃんね。好青年じゃん。ダメだな、ちょっと。あ、みんなに褒められてるからやっぱ短くした方が。やばいやつ。もうちょっと切った方がいいんじゃない？眉上までな。どう？あの大学生みたいな、韓国の。まあ本来なら多分無難なんだろうけどね。なるほどね、はいはい。マスク取ってみていいですか？うん。おちょっと大丈夫？おっと、ちょっとこれマスク、うん、もうちょっと切りますか、短く。うん、ダメですかね。切りたいんですけど、うん、切りたいんだったら、切りたいです、もう、うん、もう切ってもらっていいですか？あとはあの戻れません、ね、戻れなくても、うん、ま、眉毛の上ぐらいまで、うん、あ、こんな感じだ。おかしい顔してたかな、うん、あ、はい、お願いします。もうちょっと、ま、眉の上まで、ん、眉の上まで、はい、もう行っちゃってください。お願いします。はい、ま、はい、っすぐでいいですね。まっすぐで、うん、もう行ってください。もうがっつりお願いします。もう腰道切るんで、もう行きましょう。うん、がっつり、もっと上まで行っていいですもん、全然。おしゃれなんで、おしゃれに、もう。あれだから、あの、はい、今日矯正したから、はい、短すぎるとそこを、くせ毛が出ちゃうので。あ、ゆったんありがとうね。そうすると、もっといけないですかね、うん、もう行きたいです。もうちょっと、もうあと1センチぐらいいけないですかね。ダメですかね。
行きたいんですけど、もうちょっとこれぐらいダメですか？ダメですか？もう行かせたい、行きたいんですけど、もう来てほしいです。もう中途半端良くないんで、はい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 。あ、もうはっきりと眉毛見えるぐらいまでいいですか？もうはっきりと眉毛映るぐらいで。あ、もういい意味な、もう今しか言えないから、行くならこのぐらい これでもういい、こんなもんか、もうちょっとだけ行けます、もうダメですか、うん、ダメです、ここまでだから、これが、こんな人だけダメ、ダメですか、これ、リスナー減ったらどうしようかな、ガチ恋いなくなるかな、ガチ恋いなくなる、減るかな、まあいいか、あ、ありがとうございます、いいです、かっこいいですか、うんうん、大丈夫、 BTS みたいですか、 BTS、 BTS はもっと長いですよ、あ、もっと長いですか、うん、あ、眉毛ぐらい、あ、そうなんですね、さっきあの BTS 言ってた、あ、長くしてくれたんですね、うん、あ、50個眉毛下までやってみて、もうこれぐらいで、あ、うん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、クリケさんにもで毎日テレビか、このくらい大丈夫ですか、はい、うん、もう大丈夫ですね、もうちょっと行ってほしいですけど、もうダメですもんね、やめたほうがいいです、あ、20個ないっす、はい、20個ないっす、重さはそのままで大丈夫ですか、はい、重さ、うん、これみんな重さは重くないとスカスカなっちゃうでしょ、うん、ね、このままでね、これでいいよね、うん、軽いとスカスカなっちゃうからな、お、ニューニコありがとう、スカスカはちょっとダメでしょ、うん、よし、これで内容で勝負できるわ、顔も疲れてるんだよ顔もね、疲れてるんだよ、短い顔もすごい鼻が目立つわ、大丈夫ですか、大丈夫です かっこいいですありがとうございます、ガチ恋大丈夫かな、ガチ恋大丈夫かな、最近リスナー増えたのに、大丈夫、みんな嫌いになった、嫌いになっちゃったかな、まあ、最悪オールバックやな、
出身ありがとう。私しかじゃないから皆さん金草系と工場あんま壊れるのに4万円の気がある。あの見た目を捨てたんでナイスお願いします。はい、見た目で色気づくのは捨てたので、あとは配信の内容で勝負するんでナイスをしてください。お願いします。もうネットホストとかね、もうやめるんで。ナイス、お願いします。あ、ありがとうございます、アイテム。ちょっともうマスクつけといていいもん。ちょっとほんとなんかコメントしなくなっちゃったリスナーいるんだけど、みんな大丈夫かな、来なくなるかな。あ、どーん、ちくちくちく、ありがとうございます。大丈夫、3000ナイス来たー。しゃー、間違ってなかった。やっぱね、変に色気づくから気持ち悪いんだよ。来たー、あ、5個5倍来た。あやす、どうだ、3000ナイス。あ、お花火、ありがとうございます。やったぜ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよ、3000ナイスは。みんな、想像できる、できた？ありえないよ。もうやっぱ、一度は地獄を見たからね。あ、花火ありがとうございます。やっぱ、俺がやっぱ、通ってたからさ、この店。すごい好きだったから、やっぱね、このお店に感謝ですよ。あ、まきちゃんナイス。皆さん、あの新大久保のパリ美容院、皆さん来てくださいね。もう本当にね、あの人があったかいんで、で、あの隠さないんですけど、僕のおじいちゃんは韓国人なんで、はい、で、お母さんは日本人で、まあ、親父が多分2世になるのかな。はい、だから来てください。どんな髪型もできますもんね。はい、はい、できるんで、すごい居心地がいいんでね。タバコも吸えますよ。はい、タバコもね、吸えるし、あと早いですね、手際がいいですね。手際が、あのピンポンの主人公みたいな。あ、ね、すごいよ、3000円。あ、おそ松くん、はたぼう、ワッキー。あ、俺やっぱこれブスだよね多分ね。イケメンはこういう髪型してもかっこいいんだよ。でもやっぱりブスなんだよ。うん、やっぱブスって自覚持ってやらないと。やっぱね、ごまかしてたから。はい、お疲れ様。あ、あれ明日ブスはブスらしく色気づいちゃダメなんでね。よし、本当おじさんだわ。やばいなこれ。鼻がでかいんだよ。美顔機能使おう。美顔機能。鼻をちっちゃくしようかな。美顔機能使わないと。ああ、サンデナイス、ありがとうございます。
まあでもこれで3000ナイスいったからね、価値があったよな。価値があったよ。うん、そう思わん？ね、な、ありがとうございました。よし、じゃあ、マックの新作でも行こっか。あ、憧れです。皆さんありがとうございます。本当に押せる人はね、ナイスお願いします。もう気持ち、色気づかないんでね、気持ち悪い放送やらないんで、はい、ありがとうございます。あー、ほら、わかるよね。あなたまだかっこよくない？どう？どう？デコ出したらまだ下ろした、これじゃん。ほら、だからここ出して、ここできるわ、なんとかごまかせるよ。うん、アレンジできる。うん、大丈夫。うん、うん、うん、大丈夫、大丈夫。OK、 ありがとうございました。お疲れ様です。はい、皆さんもね、あの配信者の人で配信やれるんでね、やりたい人は来てくださいね。新宿でやれるんで、うわーね、いいネタになるんでね。いくらですか、ちょっと。はい、今日、はい、全然もう多めに払います。はい、12,000円の、はい、消費税が1,200円だから、はい、13,200円です。あ、じゃあ、あの5,000円お釣りください。あの、撮影料これやらせてもらったんで、いいです、いいです。大丈夫ですよ。1万5,000円払います。あ、みんな安いって言ってるんで、あ、1万5,000円で大丈夫です。あの、ポイントカードは、カードは、あ、ポイントカードはこれ、こちらですね。皆さん来てくださいね。はい、僕通ってるんで。はい、で、ポイントが貯まるとどうなるんでしたっけ？これ、あの、現金と一緒なんですよ。はい、 5% ついてるので。はい、なんかポイント貯めるとお金になるらしいから、うん、今日入ってるから1,250円分さらに貯まるんでね、みんな。そしたら1,250円分もう貯まってるから、すごい貯まりますよ。で、あ、5,000円でいいんで、はい、5,000円でいいです。はい、1枚もね、あ、5,000円でいいです。はい、あとは、ありがとうございます。で、あの、領収書よかったら欲しいんですけど。領収書、はい、これ。さあ、こちょー、少林寺。あ、ありがとうございます。はい、稲中でもいけるけど、少林寺でもいけるね。ブルースリーみたいな、かっこいいじゃん。いいですか？はい、はい、ありがとうございました。またお願いしますね。はい、また来ます。忘れ物ないです。また1ヶ月後ぐらいに来ます。はい、ありがとうございました。楽しかったよ。あ、ありがとうございました。はい、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 ありがとうございます。こっち、こっち。ああ、こっちか。いいじゃん。まだやってないように。ほら、悪くないじゃん。かっこいいじゃん。あ、なんて、あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。みんな本当にいい人でしょう。やっぱね、技術とか人柄でお店選ばないとダメですよ。人柄で匂うじゃん。ここは2、3日経ったら慣れて何の違和感もなくなるよ。うん、
似合う、おかしくない。うん、なあ、もう慣れた？3100ナイス、ありがとう、ありがとう。3100ナイス、3100ナイス。あー疲れたな、ちょっとタバコ吸いたいな。サラサラ、早いよな。薬2回だけだったね。早かったよ。車も取りに行かないとな。どうしよう。ちょっとマック行ってブレイクする。笑われてないよ。笑われてないよ。あ、ゆけつくん誰かいるの？あ、なんかあの子とグミちゃん一緒にいたんじゃないの？どこ行ったの？うん、すごくいいや、ありがとうね。かっこいいですか？かっこいい？ありがとう。かっこいいって。髪型どうですか？無視しよう。聞き込み調査じゃん。すいません。髪型似合ってます？似合ってます。あ、ありがとう。優しいわ。ね。すいません。髪型似合ってますかね？似合ってるって。伝わるわ。うん、あ、5個あります。歌舞伎町って本当危ないからね。あんまり本当調子乗ってるとさ、変な人に声かけたらマジしばかれる、さらわれるからね。みんな分かってる。配信者命がけなんすよ。危ないからね。でももうちょっと攻めてもよかったよな。この辺にした方がちょっと中途半端っちゃ中途半端だ。まあいいか。自分で切れないでしょ。自分は切れないよ。くちゃくちゃなっちゃうよ。切ってるうちにどんどん取り返しつかなくなってハゲ散らかしちゃうでしょ。多分ハゲ散らかしちゃうよ。一日店長の時かっこよかったのにな。一日店長の時まだかっこよかったのにな。なでもここを巻いてさやれば多分ね、 おでこ出していい感じできると思うよ。そう思わん？うん、身長183センチ。うん、見慣れると今の方がいい。あ、そう？車も止めてるしな。ちょっとマック行って、どこで新大久保のパリ美容院っていう韓国の人がやってるところで、安くて早いんですよ。で超おすすめなんですよ。はい、よかったら。安いんで。韓国だけどなぜか名前がパリなんで、パリ
いい人13,400円。あの矯正と矯正とカットでね、それ安いのか高いのかちょっと分からんけど13,200円か。それ安いのか高いのか。安いんだ。トリートメントはちょっと分かんないね。みんなマックってどこだっけ。マックって、いやセロは見ましたよ。割引ないけどすごいサービスいいよ。あ、なるほどね。ゆけつくんがコメントしてる。ゆけつくんどこいるの。マック行く。マック、たこ焼きか。おー、ローストビーフ丼。あ、前ねカレー食べたんすよね。昭和嬉しいや、かわいいって言ってくれる人嬉しい。よかった。ほんとガチ恋、ガチ恋の人いないかな。リスナー減ったかな。最近結構モテてたからさ。 LINE かけてます。あ、ちょっとリュックに入ってる携帯。マック行く、一緒に。マック寒いわ。あ、マック行こうよ。じゃあ青壁前ね、ゆけつくん。青壁前で待っとくわ。もういいやろ、3100ナイスだから。いやー、3500。いや、もう3000、もう無理でしょ。もう増えないっしょ。いや、3500って、いや異常な数字だよこれ。みんな、あ、どうもありがとうございます。ケイさんガチ恋だったけど髪型で冷めた。得られたわ、フォロワーさんに。他にもいる？あ、ここありがとうございます。ありがとうございます。私もアミユちゃんも。かっこいいじゃ増えなかったと思うよ、ナイスは。一部の女リスナーが、あ、かっこいい髪型にしてもかっこいいって言うだけで、これナイス3000いかなかったと思うよ。うん、多分ね。そう思わ、うん、もうそういう格好をつけるのを捨てたから押してくれたと思うけど、うん、あ、OK、ありがとう、花火ありがとうね。
こにもいるな。誰？テルマ？ポルポン？ポルポンだったら違うでしょ。最新車いるけど。俺のカメラを向き合ってるぞ。お、向き合ってるぞ。誰だ？ポルポン？ポルポン原宿？違います。はじめ、誰ですか？え？あ、ポルポン？こんなかっこよかったっけ？あ、髪型変えてる。今日男前やな。かっこいいな、ポルポン。風やばくないですか？寒いよ。マジで。風起こしみたいになってます、ね。いい隣。あ、全然はい。いい、ごめんね。寒い寒い。ポルポンかっこいいな今日。これ毎日あれしたらかっこいいじゃん。最近は毎日やるようにしてる。これ美容院行ってんの？いや、なんか自分でアイロンで。アイロンとかして。はい、いや、びっくりした。会えると思ってなかった。うん。たまたまだよ。さっきあの女性の方とコラボして、うん、配信者。あの子どこ行ったの？でも分かんないです。分かんない。新宿散歩リアドト町？あれ髪切ったんですか？あ、ここでしょ。染めた？いや染めてない。前髪パッツンにした。ずるいな、かっこいいな。なんかのキャラに、別人みたいじゃない？ポルコ。そんなにですか？これこの非対称。ポルポン今日かっこよくない？あります。めちゃくちゃ似合ってんじゃん髪型。いや、でもそんな褒められた。やば、風ポルポンに見えなかったもん。あ、気づいてもらえなかった。あ、輸血。あ、初めまして。輸血袋だよ。え、もう輸血さん。輸血袋。輸血さんです。あ、どうも、はじめまして。おー、すごいすごい。広角レンズ、どうだった？使います。あ、あるある。すごい。今度は東京まで来られたんですか？はい、今日来ました。おー、会えた。よろしくね。すごいメンツ、はい、いやー、来てよかった。これみんな見て、俺が上げた帽子似合うやろ。俺がね、去年ずーっと被ってた帽子。めちゃめちゃいい。古いリスナー知ってると思うけど、かっこいいっしょこれね。いや、24号さん本当だったの？似合ってる。すごい。嘘やと思ってた。ただけ幽霊映りました。幽霊映った？はい、今心理配信してきたんですけど。見せて。見せて。やばい。あ、いや、あの動画1日でもう一人の方ので、すっごい確認してる。自分でまだ確認してない。嘘。今日本当は、うん、原宿散歩しようと思ったんですけど、うん、夜中になると撮れたか悪いじゃない、うんうん、それで仕方なくまた来たんですけど。ああ、そうなんだ。しか前さ、はい、竹地のことで怒ってたじゃん。はいはいはい。案の定なんか養分とかとも、ね、揉めたから。俺はあんま感じなかったけど、はい、なんかあるかもね。何かある？そのなんか相手を怒らせる何かが。誰がですか？竹地に怒ってたじゃん。竹地がなんか怒らせる何かがあるんじゃない？あー、なんか自分で結構虚言癖あるって言ってて。竹地自身が？はい。前回もあったんですよ、ね、なんかワドさんとネコマちゃんの時も。なんか飲むの？はい、あるんで。飲むの？飲むの？やばいね、やりな。タブレだけいいっすか？いけっておいて。いや、自分の手柄にしないよ、その全然違う違う、そんなの。俺一人でやってたら、まあ、傘なんで。モンセロンさんからありがとうございます。ありがとうございます。おー、ゼロさんからありがとうございます。いや、よかったよかった、エビリーさんね。びっくりした。このタイミングでさ、ね、このタイミングでこんな神回ある？マジで俺一人でさ、この
寒い中、ね、凍えながら一人で配信してるだけで終わると思ってるから。やばいよ、めちゃめちゃ髪型も褒められたし、いいの買ったじゃん、ね、サムネだけ一緒に見せる。カクテル多分一緒で、一緒かな、俺とポルポンは。俺も唐揚げだから。あ、そうっすね。おみんな輸血にカクテルあげて、みんな輸血の枠行って、ちょっとカクテルあげてお願いします。確かに前より可愛らしいから、キモいやろ。原作だと最後だよ、もともとも最後だけど、ごまかし効かなくなっちゃった。途中までは見てたんですけど、初冗談と思ったら本当にしたんですね。もうね、色気づくのやめようかな。このナイスもらうためにやっちゃった。なんかその配信者って、なんかみんな大手の人は坊主にしてきてる。ああ、一回は俺もあるよ。そうなんだ。だからなんかリスナー裏切ったとかした時に坊主にするか許してくださいみたいな。ポルポの元カノが配信しますって。やばいっすね、めちゃめちゃアイテム飛びまくってる。あ、ありがとうね、みんな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、1個ランク上がりました。うん、上がった、すごい。実際になりました。このカクテルが。どうするの輸血さ、はい、輸血ちょっと深刻な話あるよ。で今俺金梅さんと敵対してるじゃん。で名付け親金梅さんじゃん、はい、俺といたらヘイト向けられる可能性あるよ。これ変な話ね、どうする。耐えます。耐える、はい。多分そうじゃない、みんなヘイト向けてくると思うよ。飛び火すると思うよ。なんか俺ポルポに投げれるのかな、ゼロワンからって。ポルポにはポルポに投げれるなら投げてあげて、ポルポにもみんな。すいません、うん、あの俺に投げて、投げれるならポルポに投げてあげて、ポルポン1位だからね。みんな仲良くしよう。リスナーって何日あれ持ち越せるんですかね、12時のやつ。何日、はい、どういうこと。あ、1日だけしか持ち越せないですか、ね、いいんですよね。あ、リスナー取れなかった。ありがとうございます。あ、これ業務さんに負けました。あ、モンジョリのやつね、ごめんね。あれ、あ、いや、大丈夫です。何回でもやれるよ。あ、そうなんですか。1ヶ月取れなかったらまたやれるよ。あ、いや、そういう意味じゃなくて、その日閲覧がめちゃめちゃ多かったとして、で、なんか怪しいなと思って、次の日持ち越すじゃないですか。持ち越すのは、前の日から取った枠だけ。あ、そうなんですか。前の日のトータルは持ち越せない。あ、そうなんですか。うん、例えば10時からやりました、1時に終わりましたって言ったら、その枠が持ち越される。あ、分散される。分散される。そういうことです。てっきり、1日丸…分散される。繰り越せるのかな。いや、一日は丸越せない。分かった。わー、3200いくわ。じゃあちょっと喋ったらね、あれ行こうかな。ゼロさんからないと。ポルポン
リアドツマチ来たの。リアドツマチなんかくるくる詐欺が多くて来ないんですよ。ステッカーが何分ぐらいいるの？ステッカーあるの？じゃあやっとできたんで。そう見にして。もしかしたら来てくれる人もいるかもしれない。それ何？売るの？あんま言えないけど配信であるね。なんかただで渡して。あ気持ちでみたいな。もしアイテムみたいに支援金いただければみたいな。ああそれ見せて。なんか無料でくれるらしいからみんな。あら？おみそ。みそ。無料でね。くれるらしいですよ。どこにいるの？その髪型？こうナイスのためにやっちゃった。でも明日5人本当に10回入るんですよ。樹海で入り、樹海で寝るんだよ。ああ、いや俺全然余裕なんですよ。お風呂入れない、多分、うん、リカちゃん、やだもう嫌いになっちゃった嫌われたかな、うん、まあまあしょうがないわな。ナイス欲しかったし。なんていうあの新大久保のパリ美容室です。でそこ配信もやれるんで、配信もやれるし安いし早いし、はい。可愛くないよ。どこが可愛いんだよ。逆にそうなの？イケメン2人の間に寒いな。T シャツは寒くないですか？めちゃくちゃ寒い。やばい。最初そこで配信しようかなと思ったけど、寒くてホテルの中で配信してました。あったあったあった。あれ電話かかってきてるな。これは自分が作ったやつじゃないんですけど、ベニさんっていう方から。なんかライブかなんかあるんですか？キャンプ。ベニさん有名なの？電話かかってきただけ。なんだろう。ジャスタウェイからのやれんのかって来るみたい。え？誰と？全員と人めちゃめちゃ多いですね。じゃあ全員くんと若い枠やっていい？俺がちょっと悪口を言いすぎてるから謝るわ。うん。全員とパリ美容院に連れてくあ、ネオさん。横の人はゼロワンさんっすね。善逸が来ないな。やっぱ善逸嫌いなんだよ俺のこと。なんだおいゼロワン。あ、ネオさん久しぶりじゃないですか。よし、どうもどうも。あ、久しぶりっす。久しぶり。大ちゃんが、はい、なんと今日久しぶりに僕もふわっちの配信にコラボで出てんですけど、はい、ゲストで、はい、大ちゃん、なんか、はい、どうしたの？ゼロワンに聞きたいことがある、はい、お言うから、じゃあって俺無理やり、なんか大ちゃん嫌だって言ってたけど、ね、うん、俺は無理やり連れてきたの。いや僕もね、言いたいことあるんですよ。いや、もう白壁いるんだったら、はい、じゃあもう行こうだと。ちょっと ね、あの、ね、溝があるんで、そう僕ら溝があるんだって。そうそうそう、うん、いや、カメラ俺がやるから。じゃあ、あの、仲介入ってもらっていいですか？仲介に。仲介入るから、2人、はい、仲介入るから。あんたこっち、はい、主人公、はい、じゃあゼロワンいい？ちょっとごめん、はい、ごめんね。大ちゃんが、はい、なんかね、ゼロワンと話したいと、はい、うん、おいで、うん、おいで、俺がなんで、ちょっと俺島たまたまあの、はい、なんだっけ、渋谷とか原宿この服買ったりとか、はいはいはい、見て、ちょっと大ちゃんっぽくないでしょ、ほら、あ、大ちゃんっぽくないでしょ、ね、なんかちょっとおしゃれしたりとか、でもゼロワンも相変わらずだけど、まあいいや、そんなことは言って、で、なんかそういうことしながらも、
いや実は01とはちょっと一物があると、一物っていう話をしてて、そしたらなんか新宿にいるという話になり、今の流れになって、だったら01に会っていきたい俺はって。この間のほらあのキャスバー行けなかったし、ああ、はい、だからまあそれもあったし、まあ、ちょっと会って帰りたいなって言って で連れてきた。じゃあ僕からね。はい、じゃあ、01から行きましょう。ガイちゃんに、なんかブーちゃんと付き合ってから、ブーちゃん元カノだったんだけど、まあすごいいい子だし、その好きだったっていうのもあって、はい、まあ、必要以上に、まあ、配信とかで、はい、まあ、悪口を言ったのはもう、はい、ブーちゃんと付き合ったから悪口を言ってただけなんですか。まあその前はね普通に会ったり、 あとはその俺がパルと仲悪い時に、そのパルと仲良くしだしてから、そのなんか一緒になって言ってるような部分もちょっと嫌だったかな。だから俺はあの別に思うことがあったら、まあ一人でも結構言うタイプだし、でもその善逸がなんかコメント急にしだしたとかっていうのも、そのタイミング的にそのパルと仲いいタイミングだったから、で俺がやっぱそのなんかね、もう誰にでもヘイト向けられるような状況で、まあ、それがちょっと悔しかったからっていうのはあった、ね、だから必要以上に、まあ、言ってたのはあったんで、これはごめんごめんね。あ、ほらほらね、ほら言ってたじゃん。まあまあ、そうやって、まあ、大ちゃんは、まあ、じゃあ大ちゃんの気持ち言って、はい大ちゃん。いや自分はだからその酔ってそのゼロワンさんに対して、そのテンテンさんが当時ちょっとなんだろう、結構悩んでたから、その結構ゼロワンさんとなんかいろいろあったみたいで、それで頭ちょっと酔っててちょっと暴言を吐いちゃったっていうか、コメントで勢いよく言っちゃったのは正直悪かったなと思うし、俺もねそれはちょっと言い過ぎたかなと思うし、でも別にその前はそのボクシング習ってた時は普通に仲良くしてたから、なんか嫌だなと思って仲悪くなったら嫌だなと思って、俺はだから仲良くしてほしい、でもだから前日はその気ない、でもジュノワンがめっちゃ嫌ってるっていう風に撮ってたから、いやだからなんかねすごいハトとか当然だから、全員に言われたことは当然のことだから、それはあのまた来ると確か復元したかなんかの時だったから、それは俺は悪いんだけど、まあなんかね俺もなんか悔しいっていうかバカにされてるみたいなので、ちょっと言えたから今後はちょっと、だって仲直りっていうか別に喧嘩もしてないんだから、もともとお互いは。いや喧嘩してないし別に何もないんですけど、だからまあ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 、まあ、だからそういうことで、まあ、確かにゼロワンも俺ほら絡みボクシングでもあったし、あの大ちゃんともそうなんだから、ここが仲悪くなっちゃうさーって俺も思うじゃん、だから俺もとっとと帰ろうと思ってたのに、ゼロワンとの話になったから、だからもうそこまではやるって、そこまでは配信映るって言って今来たんだから、頼むよゼロワン。大丈夫？リスナーさんもすいませんでした。もうこれもあの仲良くこのあのちっちゃいのとで、あのイメチェンするのに、ね、今日もこう上着こういうの買ったりとかですね。いいじゃないですか。ちょっとあの原宿でちょっとこういう風になんかおしゃれをしたりとかですね。うん、あのしてきたんですよ。うん、それであの大ちゃんもイメチェンしたいと、もう美容で250万負けちゃったからもうイメチェンしたいと、うん、始まったんですよ。うん、だからもうちょっとね、そろそろな。うん、そういうんでって言ってたらゼロワンの話になったから、ね、こういう機会作ってくれて、まあそうだね、あネオさん、あいなければまだ全然そんなのないよ、僕もね、何言ってんのよ、まあゼロワン久しぶり、僕もねちょっとごめんね17日から受けなくて、余分なこと言ってたなと思って、大ちゃんはなんか今仲悪いって言ってたから、やめてくれ、だって大ちゃんとゼロワンが仲悪いよ、やだもん、知られてる印象だったね、まあ、結構言われてる、ね、うん、もう俺が結構言ってたから放送で、確かにブーちゃんと付き合ってたから言われるのも分かるんですけど、でそのなんか誰か付き合った後によく付き合ってたから、うん、もう余計言っちゃって、なるほどね、だから善逸は優しいじゃん、でその俺とかパルってもうモロハラとかすごいじゃん、だから善逸優しいから多分そっちに流れてくんだろうけど、善逸、うん、が優しい
やつっていうのは知ってるんだけど、まあね、パルと仲良くしだしてから一緒になんか言われたのは、まあ、パルと仲良くならなかったら言わなかったのかなとか、なんかそういうのがちょっとありました、はい、だってちょっと昔話なんです。まあでもまあまた仲良くやってもらえれば、まあもう言わないんで、ね、ごめんね、仲良くほら、まあ握手してもらってね、ほら、うん、ね、ほらこんなんでね、仲良く今後も、いや俺もだってやだよ、ゼロワンとね大ちゃんがそんな俺知らなかったからさ、まあでも久しぶりで、ね、はい、なんかまたすいません、あのゼロワンリスナーいきなり来て、なんかあのすいませんでした、はい、なんかそういう売名行為だなんだここだで来たんではなくて、本当になんかそういうんで、あの久しぶりに興味行為で本当に来させていただきまして、本当にありがとうございます。ネオさんのおかげですよ。だからちょっとさっき電話もしちゃったんだけど、だからまあまあそんなんで、まあそういうことだったんでってこと、連絡したら出てね、連絡したら出てねって、わかりました、 LINE も送るから、これから、うん、仲良く、うん、お願いします、うん、まあそういうことで、ね、まあちゃんちゃんということで、メンはいらん言うな、お前うるせえな、もう俺は別に愛人者ちゃうんやから、お前もうね、なんでじゃあね、うん、またありがとうございます、ごめんね、ゼロワン、いやいや、ありがとう、はい、大ちゃん自分のカメラ、なんで俺がカメラこうやってやってんのね、おかしくないねえ、ちょっとお前向こう行け、お前自分の枠回してる、俺ゼロワンの枠で言いたいんだけど、あいつさ、仲良くしたから、だっておかしくね、だって今のだって本来あいつ自分で映すやろ、だって自分からの、あ、言いやれんのかって、ありがとうございます、すいません、じゃあ、じゃあね、ごめんね、うん、邪魔したんだから、うん、じゃあねー、やばい、アンチがすごい、じゃあねー、ということで、ね、もう全員つの悪口はやめます、はい、俺結構言ってたでしょ、みんな全員つのこと、パルと一緒になって言われたの根に持ってたから、全員は優しい、いいやつなのは知ってるんだよ、その自分から誰かのこと言ったりとかそういうタイプじゃないじゃん、うん、優しいから、で俺が一方的にやってたから、ゼロワンさんよりは寒くない、でパルと一緒に、パルがゼロワン業全盛期の時に大阪で仲良くて、その時に一緒になって言われてたから、朝一応検証したんですけど、何でコラボしてるの、偶然いじめられてた時期あるんだよ、偶然会いました、でも仲直りできてよかった、マルコとも仲直りしたしな、で善逸くんとも和解できたし、いいね、流れがいいの、流れが、ちょっとそれは言えないですね、入ってない、入ってない、でポルポンと雪粒と、あ、てんてんさんのね、あ、ちなみにてんてんさん今僕のアンチなの、はい、今アンチなの、だからそれは昨日の夜中にさ、ね、心入れ替えたって言ってじゃん、あ、マック、じゃあこれしたら行こうか、まあ、多分来ないですね、一応5人しか言われてないんで、言わないよ、ね、あの謙虚にこういうね青壁でも一緒になってやっぱ配信すべきだよ、学ぶことはたくさんあると思う、うん、間違いないね、こうやってね、俺も原点ここだから、ここでやってたよ、うん、エトラン50ぐらいでももう朝までやってたよ、コロナになって100人とか、みんな知ってる3年前、あ、5個あります。本当に3年前喋らなかったんですか、ん、3年前喋らなかったんですか、だから最初全然喋れなかったって聞いたんですか、あ、もう置物だよ、あ、そうなん、誰かといても置物、めちゃめちゃ意外です、今でも結構置物だよ、あの、よく喋る方だね、あ、そうなん、よく喋るのはやっぱ新野鳥とか、やっぱ養分とか、俺とか結構ね、みんないるとね、おとなしい方だと思う、有名っていう
か、まあ髪型切りました。ちょっと知名度上がったぐらい。まあでも寒いわ。なんかアッコさんって言われたんですよ。アッコさん。だから2人のイケメンが際立つね。ゼロン。あ、前日からすいません。ごめんなさい、悪口って。あえて。抱えてきたんだ。ここに座ってた。すいません、本当に。来てくれて。やっぱね、謝るのって大事だからね、やっぱ。うん。やっぱね、悪いのは謝らないと。アイクリの人も捕まらないでしょ。悪口ばっかり言ってる。警察は楽しかった、ミツバさん。やっちょがやばいことになってる。なんかさっきバンになったって。やっちょバン、どうしたの。山手線の時はまあ俺が悪かった。警察が来てバンで、さっき前とあったんだけど。バンじゃない。何があったの。あ、未成年家に連れ込んだ。二次相談、そうっすね。やめろ、ね、やめろ。それはやめろ。ゼロワンになりたいとか言うからまた変なことやってる。女芸やってる。タスで配信してるんだ。あ、18歳の家出少女やばいっすね。未成年は10時以降ダメじゃなかったですか。未成年10時以降ダメだっけ。確か10時以降ダメなかったですよ、うん、でツイキャスお墨規制でしょ。また解除されないよ。追い込まれてくよ。なんかナイスが剥奪されるから伝えてください。NG さん、ゼロワン。おー、そんなに差ついたんや、うん、まあでもそれでも何があるか分からない。家出少女どうだろうね。でも18歳以上は法律的な問題ないじゃん。高校生だったらダメじゃないですか。高校生だったら18歳ダメなの。現役だったらダメじゃないですか。多分18歳以上は大丈夫でしょ。ありがとう、ドクメさん、ナイス。未成年引行って、ダメなのでしょ。ちょっと俺分かんないけど。そうっすね。6時過ぎに東京着いて、さっきまでホテルで配信してました。謎の人さん、ホテルありがとう。18歳大丈夫だから。18歳で高校生も大丈夫。俺ちなみに18歳の高校生とエッチしたことある。それ言わない方がいい。言わない方がいい。おい、18歳と高校生ダメって書いてます。ダメなの。おい、したことあるけど。昔ね、うん、エルマルちゃんの前の彼女は確か高校生。リスナーさんですか。かぶってた気がする。外人の話。あ、そう、え、なんじゃったっけ。ダメなら、いや捕まっちゃうじゃん。どこやったっけ。赤パン動きづらいんで、血のパンっすね。誰 ?1,2,3 これ誰。でももう来ちゃダメだって、バン、バンになるから。映んのはもう、こっちでしょ。映んなくても今なるの。なんでバンの人が来た。この前アイコでなったから、向こう行って。誰なんだ。ダメだって。誰なんだ。あ、海宝さん久しぶり。久しぶり。あ、海宝さん95さん。海宝さんはね、元気、名前がポルコンだよね。私が会った時、あ、前日からあれだっす。私が会った時、ナオだったから。あ、そう、めっちゃ優しいです。いろいろあったね。アンヌちゃん、バイバイ。いや、なんかあの時、ごめんなさい、なんか。アンヌちゃん、バイバイ。うるさいよ。うるさい、うるさい。うるなぎとかいらないから、落ちてもいらないから、さよなら、さよなら。はい、さよなら。どんどん行ってください、さよなら。はい、さよなら。うるさい、お前の気持ち悪いよ。どっか行ってよ、うるさい。迷惑するなよ、迷惑。迷惑するから、うるせえよ。はい、うるさいよ、どっか行ってよ。はい、うるさいよ。あ、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 かわいい、かわいい。かわいい。ありがとう、ありがとうね。わかった。あ、じゃあみんな善一くんに投げてあげて、俺が。あ、そうですね、その人ですね。みんな善一くんに投げてあげて。初めて見ました。みんな、なんか善一くんくれたからさ、ちょっとうちの戦闘力を見せてきて。もううちの戦闘力を善一くんに。何言ってるか分かんなかった。投げてきて、善一くんに。うん。
あいつも投げてる、いいやつだしな、まあ、だってタイプが違うからね。まあ、一応カクテル一応ね、僕は炎上系だから。ありがとうくんは平和系だからね。投げてきた、ありがとうね。あ、FX 系か。昨日でも散歩で100人とか言ってるの。あ、カクメさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。バック行ってくるわ。頑張ってね。バックに、ジェロアンさんと行ってきます。投げてきた。ありがとうね。あ、ご飯はもう食べましたね。あ、皆さんどうもありがとうございます。深夜っちゃ会うと、親から連絡あると、警察はやばいじゃん。逮捕じゃん。そうっすね、ちょっと新野町さん、長崎と逮捕じゃん。めちゃめちゃ寒いっすね、東京。逮捕。車がね、地下で電波ないんですよ。ありがとうございます。困ったことに。あ、ナゲットも新しいソースあるのか。あ、そうなんですか。やっちょがまた間違った有名のなり方しちゃったな。じゃあね、ポルポン、またね。 ありがとうございました。お疲れ様です。多分警察通報すごくて親からあれなんじゃない。あ、全員喜んでた。よかったよかった。じゃあもうチャラね。なんかさ、昨日だっけな、今日の朝かな、なんか新圧減らってたよね、家でさ。なんかまた減らってたね、放送見たら。投げてきた、ありがとうね。見た、なんかね、最近ね、ちょっと減らってるんだよ。だからまた空回りしちゃってるわ。なんか思うように結果が出なくて、まず深夜チューブがバンでしょう。あ、確定、ありがとうございます。で、おすすめ、ツイキャスおすすめ規制が約2ヶ月で、そのふわっちしかなくなった時に、でふわっちもそんな閲覧が伸びなくて今減らってるんだよ。うん、野鳥面白いよ。だから俺ってたまたま運がいいだけじゃん。だから俺と比較して減らってるんだよ。ゼロワンのアイコンはそうなの、そういうアイコンで他枠荒らしちゃダメだよ。あ、これゼロワンさんから、ね、ダメだよ。マックどこだっけ。やっとはふわっちやってないね、規定入って。寒いわ、本当に。これでミルキーシェイク飲むの？ちょっともう、ちょっと耐えれないな、俺。車行っていい？もう耐えれないわ。寒い。ジャージ取るのが地下3階じゃん。風強すぎる。あ、こちらありがとうございます。髪長いね、ゆけつくん。そうですね、髪長いです。髪がメンスから、ありがとうね。ごめんなさい、お腹に固定してる、ちょっとできないな。ちょっと練習しておきます。あ、ゆけつくんに待っててもらえば。何を。あ、これね、ジャージね、ジャージ持ってるから。まあでもちょっとさ、マック知らない。いや、ちょっと土地柄詳しくないですけど、この辺あったよね、この辺。マックこの辺なかった。ちょっ
と寒いわ。まっすぐありがとう。ゆけつくんおしゃれ。あ、かっこいいね。ゆけ全然何もしてないです。あ、シンプルでいいね。あ、この鍵おしゃれじゃん、ここにね。おお、ネックレスはシャネル。おお、かっこいいね。気づかない。見た目ね。ポロポンも気づいてなかったもんな。あ、ゼロワンだ。やっぱね、髪型って大事だよな。いや、女の子もね、髪型一つでね、やっぱ変わるからね。大事だよ髪型。ほんとテンパとかで悩んでる人もさ、これマックじゃないですか。あ、わかった。一生懸命伸ばして一回ストッパーかけたりしたら多分ね、良くなると思うけど。あー、ぐいわ。あー、なんか新作お持ち帰りで、この S サイズ一つと、あー、どうしようかな。これチキンナゲット新しい味あるんです？新しい15ピースは安いです。いや、何ピース、あの普通のサイズでいいんですけど、新しい。そう、あー、15ピース、卵タルタルソース、あ、まあ15ピースで。トマト抜きで。卵、これ両方もらえます？これ4つで1個3つです。3つ？はい。じゃ、卵タルタルと、これ、はい、ガーリックトマトソース。はい。あとマスタード。はい。で、これ S サイズでしょ？はい。これも食べる？はい。ちょっともうこれちょっと置いとこうか、とりあえず。あ、とりあえずそれだけで。卵タルタルと。あ、いいのですか？あ、ダメダメ。俺が頼んであげたから。ゆけつくん食べる分。あ、俺セット。あ、セット。あ、オッケーオッケー。サムライマックね。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。はい、以上でございます。510円安いな。サムライバーガーもある。みんな寒いな、これ。店内食べれないですか？そうですね、店内は外れて。ちょっとどうしよう。部屋で食べます。あ、部屋行っていい？はい、いい。あれ、ありがとう。あ、ちょっと充電ないわ。そのアイコンで他枠荒らすなよ、また。あ、バッテリー刺しますか？いいですか？ あるある。あります、ね、うちのリスナーが荒らしてるとかなるから。分かった、荒らさない。今だっけ。またヘイト向けられるからさ。昔東京には一応住んでた。144番244です244。ナゲット15ピースとシェイクのミルキーやつなんか。 あ、それです。はい、どうぞ。はい、どうも。今ソースね、ちょっと11キロ痩せたんで胃袋がちっちゃくなりました。
ポルポンも食べるかな。ポルポンも、はい、よし行こう。買ってあげるとか、もうこれ一緒に食べようぜ。3人でこれお腹空いてないしな。すいません、なんかしゃぶしゃぶかなんか食べた。うん、しゃぶしゃぶ食ったからさ、寒いやろポルポン。あそこで寒いって。ポルポンもいい。あ、いいっすよ。うん、3人で行こう。誰か来てた。皆さんね、最後ちょっとナイスね、お願いしますね。3200いってるわ。すごいな。食事制限で体重落とす。固形水ありがとう。もう完全髪型効果だわ。ありがとうございます皆さんね。ナイスって、これすごいんじゃないの。金梅さんいくつなの。金梅さんいくついったの。配信してないんだ。あ、そうなんですね。ちょっと初めてだったね。すごすぎるよこれ。今日は今から奇跡だ。奇跡にポルポンさんも呼んで。奇跡だよ。3人で配信します。閲覧より本当だね。すごいなこれ。あ、有能枠なんだ。あ、おかべてどうやって行くんですか。あ、こっちこっち。諦めた。あ、一応パーカーとヒットチェック。あっこには勝たん。寝る時間。よかった、美容院行って。あのパリ美容院のおかげだね。普通の美容院ってさ、ちょっとイケメン風にしてたらさ、絶対増えなかったじゃんね。やっぱね、やっぱ自虐って大事だね。自虐、うん、やっぱ人を蹴散らすよりもやっぱ自分のその自虐的な部分でやるのもやっぱいいと思うね。エータをいらっしゃい。あ、2個ありがとうね。うん、可愛くないこれ。見てみこのおじさんを。ブッサイクだな。あ、下道さんあります。花火あります。ちょっと寒すぎるわ、ハゲてるし。マックはケチャップくれますよ、家で。あれじゃない、いい。でもこれね、セットしたらね、ちょっと巻いてセットしたら多分いい感じになると思う。ちょっと今マック買ったんでね、マック行きます。ずるい？マック行きな。マックで次はアフロかな、髪伸ばして。ね、助け合いなんでね。助け合いですから。これフリー素材の。寒いわ、寒すぎ。今輸血する。だから変な話、トムよりポルポンとかの方がバランス良かったかもしれない、キャンプ。うん、最近ね、あのトムいるじゃん、あの一番のね、
投げ師さんがちょっと他の人を応援しててへらってるんで、ちょっと元気づけてやんない、うん、トムコがね、今から行けるんかな、全部5人いるでしょ、 6人でえらいことになるけどね、人数が。わらさん聞いてみる、ポルポン、3人と3、樹海ちょっとでもね、俺結構下りそうだと思うよ、うん、行こう。ポルポン明日何してんの、ポルポン明日何やってんの、明日ですか、うん、明日は特にないですね、まあ、一応イベント最終日っていう。ああそうだよね、じゃあねキャンプ行かないかなと思って。えいいんですか、自分行きたい、行きたいです、ちょっとわらさんに聞いてみるわ、はい、うん、明日最終日なんだ、これラジオしなくて大丈夫ですか、あここ、あ、まあ、あ、うん、あ俺様さん5個あります、さあイベント最終日か、明日もう樹海どころじゃないね、ミュートします。ちょっとミュート解除したよ、こっちミュートだけミュート解除した塚さん、みんな本当宗教みたいだからやめてくれよ、本当にあのさ、またヘイト向けられるよ、宗教だって本当やめた方がいいんじゃない、また やられるよ養分に、あいつら宗教だって、うん、めちゃめちゃ狭いですけど、宗教でまた あいつらあれ荒らしだとかって因縁つけられるぞ、どうします、ちょっとしょんべんしてこい、キモいな、キモすぎ、じゃあね、宗教じゃないんで、ちょっとトイレしてきます、あ、お邪魔します、コンセント貸してください、つかねえ、あのほら増えてる、もうあのキャスバーに来てくれた大富豪の人、もう全体のホロランも1位になりますよ、あとちょっとで誰もが抜けなかったホロランの人、もう課金しすぎて。
そういえば、うん、すごいっすわ。トム池と赤津トラブってる。今の1位はもうあんま最近でバンジーの時とかそういう時は来てくれるけど、あんまりこれ高いな。ちょっと、もう森すなり2年ぐらいの人がフォロワー1位だけど、誰も抜けなかったの、その人。あ、いた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 。あ、ここ禁煙じゃない？え、ね、禁煙じゃない？ここっすか？うん、そうですね。まあいいや。あ、いいっすいいっす、全然違うと思って。じゃあもうこんなもんしとくか。ちょっとお手洗い行ってな。もうナイス、もう十分頑張ったから。もういつまでもね、他にいるのにみっともないから、今日はもうこんなもんで、もうね、はい、大丈夫でしょう。あとはどっちかの枠で見れるんで、まあ、こんなもんしといてやるわ。もうナイスがこれ根にもたれそうだな、ここまでやると。大丈夫かな。うわ、すごいこれ。1200話したぞ。1200、500ぐらいだったのが1200今日だけで。これマックのぶっちぎったね。新しいソースです。いや、これ前期間も1週間サボってたのに、もう桜井さんに追いつきそうだよ。桜井先生に。すごくない？ナイスがすごすぎるよ。すごすぎ、ありえないわ。明日抜かされる？奈々ちゃんの家行くの？ベーコントマト肉厚バーガーのトマト抜きですね。お、すごい。これ新作？新作のトマト抜き。トマト抜きですか。ちょっとね、これプレビュー。おお、素晴らしい。ああ、ありがとうございます。これベーコン？そうですね、ベーコンですね。肉厚ベーコン。肉厚ベーコン。おお、なるほど。で、これ、お腹空いてないから食べて。あ、すいません、ありがとうございます。これ新作なんで。いただきました、ジロマさんから。あ、どうぞ。あ、ちょうどめちゃめちゃお腹痛い。あの、紹介しといて、あの、自分の配信でね。俺ちょっとこう映しとくから。うん。あ、もう自分の配信、はい、うん、そうだよ、いいんだよ。俺はもう、ほかっといていいから。カクテルありがとうございます。お腹空いてないんだ。チャンスすぎる。お腹がね。あ、カーズさん、ありがとうございます。皆さんください、あのカクテル。卵、カルタル。うわっ、ちょっとひどんなが追いついてきてんな。これがチキンナゲットの新作ですよ。炙り、これうまそうだよね。ベーコントマト肉厚ビーフの卵タルタル。トマト抜きですね。これ今15個が300円ぐらいなんで、皆さんめちゃくちゃ安いんでね。15個。すごい。お、これも、うん、これがね、ガーリックトマトソース、うん、ピリ辛、うん、これね全然マックいっちゃうの知らん。トマトソース、この量で。ゆきちくんどう？美味しい？美味しい。おお、これ配信者の裏側ですよ。応援したくなるし、こうやって見てると一生懸命さ、携帯に向かって喋ってんだよ、みんな。カクテルありがとうございます。あ、ありがとうございます。どんなにどんなさんもヘイト向けてくるからね。そう、みんなで食べましょう。あ、ケイちゃんありがとう。結構、あ、佐藤さんいらっしゃい。ありがとうございます。チキンナゲット、あとこのシェイクしたら俺も食べようかな。もうちょっと終わろうかな、俺。
ね。あ、これがミルキーシェイク。これも食べてね。あ、ケイちゃんありがとう、10個。ミルキーシェイク。ミルキーのあの、ミルキーはママの味のやつ。ほう、そんなのあるんですか。うん。いや、もういいでしょう。3300ナイスだよ。食リポ全然ダメだよ、俺。昨日の高円寺のカフェでもダメやった。じゃあね、ここ、じゃあ放置しとくか、じゃあ。将来性のある若い二人にね、と思ったけど。よいしょ。スミさん、カクテルありがとう。なんだよ。クメさん、カクテルありがとう。俺と金梅さん見てたら、俺と金梅さん見てたら分かるじゃん。いつそうなるか分かんないんだよ、この二人は。まあ、自分はまだまだですけど、ね。いやいや、1年後になったら、1年後になったら分かんないよ、本当に。何があるか。うん。その時はね、やっぱ売名してもらわないと思う。そうなりたいですね。今だけなんだから。ありがとう、カクテルナイス。バーゲンナイス。そう、いい人。うん、あ、ユウさん、iPhone12 ミニにしましたね、帰った日。ナイス。ありがとう。バーゲンナイス。なんかいいわ、こうやって3人で配信してさ。あ、電池大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫。あれ真ん中にも、うん、3人でなんかこう配信してるとさ、あの、なんか合宿に来たみたいな3人で配信つけてさあの、切磋琢磨してる感じがする。この昔そうだったから合宿みたいなもんだよ、うん、最近自分4日間ぐらい連続で外配信してるから。ああ、ずっと広告つけますね。ちょっと忘れてました。そうで、この前歌舞伎町で、うん、あの外人に絡まれたんですよ。外人に。で、なんか最初いい人やと思ってて、うん、自分と同じ富山県民やったんですよ。うん、でそれで仲良くなって、うん、歌舞伎町を紹介するよって言われて。外人？そう、なんか道案内してもらったんですけど、うん、あ、マミさんありがとう。その後に急に、うん、あのビールを思いっきりなんか空中に投げ始めて。うん、で、破裂して、まあ、床汚れたんで、うん、ちょっと注意したんですよ、うん、そしたら、ここは歌舞伎町だから、うん、あの俺の言うことを聞けとか言って言われて、外人に。そう、で、それで、うん、俺がめっちゃ煽って、うん、走って逃げたら、うん、あの全力疾走で追っかけてきて。全力疾走で追っかけてきたすごかったっす、あれ。それジュースを奢ってくれたおじさんじゃないですか、外人に。ジュース、あ、そうっすね。え、見てくれてました。あ、見てましたもん。あれ、やばかったっすよ。危ないよ、マジで。死ぬかと思って外人の方気をつけないと。そう、うん。ゆきつくんはなんかエピソードある、最近の。いや、昨日。あ、見してよ、心霊写真。あ、いや、あ、そっちの。もう一人の長崎の配信者のこのとこに確実に映りました。朝お化けが、はい、検証して全員見えました。新年配信で、はい、ありがとう、5倍ナイス、ありがとうございます。昨日一応4カ所行ったんですよ、気合いで配信で、うん、気合いじゃなくて映りましたね。へぇ、ありがとうございます、ドンチキ、ありがとう。そうだよ、ポルポンさ、好感度関係ないからもうね、うん、受会では受け付けもないし、自分やらかしたんで、やっぱ迷惑はしないっていかないとなっていう感じですね。ね、あ、ちょっとわらさんに聞いてみるわ、ポルポンね。はい、え、しかも人数多すぎて、自分っちゃって大丈夫、ガチャガチャになると思うけど、もう人がちょっと多すぎちゃってちょっとね、明日はちょっと俺ね、まとめきれないかもしれない。あの、適当にみんな配信つけて、はい、適当にやろう、うん、もう無理だわ、人が多すぎてだって6人いるんだから。そうですね、6人ですね、うん、ね、6人か、うん、そうっすね、クラクション鳴らした後、エンジンかからなくなったっ、ね、4人って 5人乗れるかな。あ、そっか、車、あ、5人乗れる、5人は乗れるっすね、5人乗れるね。わらさんにそれ行かない方がよくないですか、大丈夫ですか。あ、つかりすなさん、これ撮ってくれるんで、俺毎日こうやってホテルでしょ、すごいでしょ、 あれでやんす、ホテル行きたいの、ポルポン。まあでもなんか一人増えちゃうと、いや、それはいいんだけど、大丈夫なんですかね。なんか内容は、はい、なんか樹海の中で
キャンプしたりとか、なんかバギーの乗ったりとか、はい、あとなんかバーベキューするらしい。あ、それ昔言われたことありますね、167号線、うん、楽しそうです。行く？もういどっちでもいいんだよ。行きたいですね。本当。そうです。まあ、あ、バス坂は10個ありがとうございます。時間わかんない、わかんない、ちょっと。もしも、あ、笑い師さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今なんか4人で行くって言ってるじゃないですか。うんうん。あの、1人増えてもいいんです？あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫です。じゃあ明日あの5人で行きますんで、うん、じゃあ合計6人になりますよね。あの、はい、明日また予約の取り直しすれば OK だもんね。多分大丈夫っすか。あ、じゃああれだね、バギー3台にする？あ、いいです。あ、そう、間違えた、まあ、じゃあバギーを6台になる。あ、はい。で、あの、キャンプの何も持ってない多分5人で行くんで、ちょっといろいろ教えてください、うん、あ、了解です。それでね、ゼロはね、大事件起きてるんですけど。大事件ですか？はい。どうしました？今確認してほしいんだけど、ゼロワンね、はい、N1 グランプリの、はい、第2回の期間、ちょっとランキング見てもらっていいですか？あ、さっき言ってたやつじゃないですか。あ、僕がいないやつですか？ええ。それもうね、いないんですよ。もうだいぶ前から知ってるんですけど。え、そうなの？いつから？1週間ぐらい前に気づいたんですけどね。新ソースはあんまり欲しくないです。いやー、なんでかわかんないけど、なんかナイスが剥奪されて、ちなみに笑い地も剥奪されてる。車関係で配信停止になりました？配信停止覚えてないけど、うん、キャスバーで落とされたのは覚えてるけど。キャスバーって第2回の時でした？あれ、あれ第2回。あー、キャスバー配信なのかな、ちょっと分かんないけど。そう、多分それしかないんですよ、この期間で言うと。でもそうやって言うと養分とかもいたけどね、うん、ね、うん、いたよね。うん、あ、フォローありがとうございます。もうちょっと分かんないですけど、うん、ね、だからそれゼロワン、まあ、把握してるならあれなんだけど。だからわらさんも多分、うん、剥奪の理由とか多分来てないじゃないですか。来てない。なんか僕も分かんないんですよ。なるほど。はい、まあ、なんか規約違反を重ねてるからってことですか。多分配信停止の回数とか あるんじゃないですかね。さっき変えたりしますね。なるほど。はい、これ落とされてるかな、ちょっと覚えてないけど、まあとりあえずその件は知ってるならいいです。とりあえず明日、はい、また予約の変更しときますんで。はい、じゃあ5時で大丈夫ですね。あ、はい、うん、了解です。あ、よろしくお願いします。また明日よろしくお願いします。はい。え、誰がいるの？あ、はじめまして、ゆけず袋です。これうちのボスだから。ゆけずくん、はじめまして、わらいちです。あ、明日よろしくお願いします。うん、で、これよろしくお願いします。誰がちなみにもう一人増えるんですか？あ、どうもはじめまして、ポルポンと申します。あ、ポルポンくんですか？はい、あ、ありがとうございます。あ、すいません、なんか急にお手数おかけします。あ、大丈夫ですよ、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また明日、ね、あ、お願いします。また明日、ね、あ、またお願いします。はい、了解です。はい、失礼します。はい、失礼します。失礼します。ほら、いい子たちじゃん。ありがとうございます。もうね、良識があるから、この二人はね。どう、みんな絶対言われる、俺はね。かわいいでしょう。かわいくない？あ、乗り換えてもいいですよ、皆さん。乗り換えてもね、あの、好きな方に。男6人いるんで。しっかり、ありがとう。はい、あの、自分好みの配信者、明日から探してください。はい、誰が好きかとか。はい。あ、これはありがとうございます。で、どう、あ、これ美味しいけど、普通に新作は、うん、美味しかったですか？美味しかったよ。これ飲んでる、これミルキーシェイク、うん、甘いっすね。甘いとにかく、とにかく甘い。あの、飴みたいな味。ミルキーのって言うんだろう、うん、そうですね、もうまんま、まんま、まんま、飴と一緒なんだ。うまい。という感じですね。
はい、じゃあ、ありがとうございます。あとなんかやるからありがとうございます。どうもどうも。やることあったかな、レインボー風船、ありがとう。乗り換えありがとうございます。ナイス、ありがとう。あ、もう、とりあえず俺、もう終わるわ。ナイス。もうね、もうだいぶ長時間やってるんで。しょうもないでしょ。最後にね、あれ、なんだっけな。カクテルとナイスだけ、うん、お願いします。あ、バズ酒場5%、ありがとうございます。で、ちょっと2人の枠、行ってください。で、僕はホテル取ってもらったんで、なんかやっちょさんが電話して、うん、やっちょが電話して、でもタヌキだからね。ああ、そうか。多分皆さんここに電話してっていうぐらいで電話してくるからね。俺は取ってない、うんうん、ポルポン取ってないのか、うん、どうするの。全然なんかネカフェとか泊まろうかなって。ああ、はい。ポルポンはあんまお金余裕ない。まあそこまで、そうですね、そこまでないか。エリさん前乗りして。ゆけつぶくんはお金いくらあるの。いますか。あんま余裕ないな、余裕ないって言っといた方がいいよ。まあまあ一応持ってきはきましたね。余裕なくない。まあまあ、どんくらいかかるんですか。いや、わかんないけど、余裕ないって言っといたら、俺がやっぱね、先輩だからちょっと多めに出そうかなと思って、まあ、一応は持ってきました。一応持ってきた、はい、ポルポンはいいよね、余裕ないんなら、うん、はい。あと、正明も余裕ないから、まあ、トム池は多分稼いでるから持ってるんで、うん。あ、50個あります。じゃあね、ちょっとあれなんで、じゃあ皆さんね、どっちかの枠行ってもらって、明日からこのメンバーとあと3人含めてキャンプやりますんで、はい。でもしかしてなんか何かあればまた放送つけるんですけど、まあ今日はもう、ね、頑張れ、ありがとう。もう大満足なんで。本当は準備しないと。あつきさん、ありがとうございます。あ、バズ酒場、ありがとうございます。それ今、女性でない。ありがとうございます。はい、ちょっとゆっくりしますね。ずっとやってる、ね。旅費はさすがに払う。それは。ありがとうございます。あ、バズ酒場、5個、ありがとうございます。また投げてね、明日、最終日なんで。出す。じゃあね。よかってる。いっぱいありがとうございます。まだ多分あると思う。